この古武術ワークの何がいいかっていうと、まず体を自在に操れるようになることと、自分の、体を観察するっていう自己観察が、はっきりした自我ってエゴのことじゃんってことなんですけど、この作業が、自分の自我を、保つってことが、脳の若返りにつながるというお話でした。